ありがとうございます。皆さん、明けましておめでとうございます。ついに来ました、2022年。はい。ということで、本当に去年はですね、皆さんのおかげで本当に、怒涛のね、年になりました。そして、本当に、マジでこれ言いたいんですけど、みんなのおかげで、新しいこの2022年の年を、この YouTuber としてね、僕が迎えさせていただきました。本当にいつもね、こんなにアンチの多い僕を応援していただき、いつも本当にありがとうございます。で、最近本当に DM だったりとか、この前年末年始長野帰って、地元帰って、ね、いつもみんなね、応援してますとか、本当に見てますとか、歩夢くんのプレイに勇気もらってますとか、アンチに負けずに頑張ってくださいとか、めっちゃ言われたわけよ。こんな言葉を、ね、聞いてたらね、あのツンツンツンしてた俺も、あ、これはマジで、みんなにちゃんと、こんだけ応援してくれてる人がいるんだったら、このみんなと一緒に、目標決めて、みんなに発表して、そして、アイムチャンネルがこれからどういうふうに2022年は、どこに向かっていくのか、とかっていうのも、まあ、新年一発目なんでね、報告できたらなと思って、この動画撮ってます。ということで、まずね、最初に、いきなり、YouTube の今年の目標を発表したいと思います。チャンネル登録者30万人いきます。来ますよ、2022年アイムチャンネル30万人。はい、去年始めたただのなんかチャラチャラしてそうなこういきり散らかした小僧が1年半で、しっかり、しかもサッカー系 YouTube でチャンネル登録者30万人必ず行ってみせたいと思います。なんで30万人なのかって思ったかっていうと、シンプルに、本当にサッカーだけのチャンネルで、多分一番多いのが、ナスさんだったりとか、ドリブルデザイナー岡部さんだったりとかだったのね、自分の見た中で。その人たちが、30万人ぐらい、サッカー系ジャンルの YouTube 始めたんであれば、そこで一番になりたいなっていうのは、やっぱりずっと思ってて、やっぱり何事も、やっぱ一番目指さないと意味ないなと思ったから、そこは絶対達成したいなと。思ってます。もちろん、那須さんだったりとか、岡部さんとかも、まあ、YouTube 伸ばしていくとは思うんだけど、まずは、サッカー系 YouTuber の1位っていうところまで行かないと、何もやっぱ始まらないと思ってるんで、まあ、ほぼね、今年から本格始動みたいな感じで、そこにまずは、今年1年で、達成したいと思います。はい。で、じゃあ、まあ、数字のね、目標は30万人っていうところなんだけど、アイムチャンネルが今後どういう、2022年はどういうチャンネルになっていくのか、どういう方向性でいくのかっていうのをちょっと話すと、2つあって、1つ目が、一言で言うと、アイム、誰がどう見てもウィナーズのエースになります。はい、来ました。これ一つ目ね、これ一つ目。やっぱ今って正直ね、元々提供農家でやってて、提供農家エースだって自分で言って、で、今ウィナーズでね、やらせてもらってるんだけど、ウィナーズで点取ってるのが、俺、ケイゴくん、タカくん。で、多分今みんな3点か、2点か、4点かみたいな感じの本当に競ってて、やっぱりエースと自分で言うのであれば、そしてみんなに自他共に認めてもらうんであれば、一番やっぱり点を取って、そして一番アシストして、一番活躍しないと、これはエースにとは言えないわけじゃないですか。で、俺自身も去年の活躍をじゃあ振り返った時に、まあ強気なキャラで言ってるし、全然負けてはないと思ってるんだけど、じゃあ圧倒的にエースだったかって言われたら、まあちょっと微妙なところもあります。はい。なので、俺は、もう一回ね、マジで体作ります。はい。現役に戻します。むしろ現役以上に戻します。はい。今ね、そのために何してるかっていうと、本当にプロの選手とか、いろんな選手を見てるような、パーソナルコーチ。はい。筋トレだったりとか、フィジカルコーチも、個人でつけました。で、もう一つ目。なんと、これちょっと発表なんですけど、歩、社会人チーム入ります。来ました。チームに入ります。やっぱりね、俺もね、引退してね、5年経ってるわけですよ。僕19歳でサッカー引退してるわけですから。でもじゃあ現役に戻るにはちゃんとフィジカルトレーニングしなきゃいけないし、毎日練習しなきゃいけないし、試合感を戻すためにやっぱりボール触らなきゃいけないわけよ。ウィナーズの練習だけじゃ全然足りない。だからしっかり社会人チームに入って、毎日練習してフィジカルもやって、で、毎週試合もやって、そこで初めてやっとね、3ヶ月半年1年とかけて戻していくわけだから、で、それを全部やって、そして得点決めて活躍して、初めて俺は胸張って、みんなに、応援してくれてるみんなに、俺はウィナーズのエースだと。帝京長岡のエースからウィナーズのエースになりましたって。
胸張って言いたいなと。で、俺のことを応援してくれてる人たちは、ウィナーズのエースを応援してるって言えるように、みんなのね、ために、自分のために、本気で、またね、正直フィジカルやったりとか、もう怖いよ、考えるだけで。超苦手だもん、俺。でも、やっぱりそういうことやっていかないと、自分で自信持ってウィナーズのエースだって、やっぱ言えないし、みんなにもさ、やっぱりさ、自信持って歩推しですとかさ、いや、歩を応援しててマジで良かったなって思ってもらえないじゃん、やっぱりそういうことやっていかないと。うん。だから、まぁ、ちょっとね、怖い部分もあるけど、もう一回、2022年、本気で、サッカーに向き合って、第二のサッカー人生に、したいなと思ってます。で、その中でなんですけど、まだちょっとこれは自分の中で気持ちが整ってないし、まあ、正確にはね、まだ言えないんですけど、もしね、しっかりトレーニングして、体が戻って、うん、これいけるなって、もう一回いけるなって思ったとしたら、もう一度、プロに、挑戦したいなと思ってます。ただ、そんなことを言う前ですよ。まずは、このウィナーズのエースに、ならないと話にならないっていう。そう、それは自分の中でやっぱり思ってるし、みんなも思ってると思うから、まずそこをしっかり達成した上で、もう一回自分の中で考えて、またそれでもサッカーもう一回挑戦したいと思えば、プロを目指してやっていきたいなと思うので、まあね、本当に TikTok 時代からね、応援してくれてるアンチがね、クソほど多い、クソほどとか、こういうこと言うからアンチ増えるよ。そう、多い時代から応援してくれてる人、そして新たにね、今年から、最近から応援してくれてる人、そういう人たちのために、マジで自分がどんどん挑戦して、トレーニング本気でやって、きついことも苦しいことも乗り越えていく姿を、この YouTube っていうね、媒体を通してですけど、何か自分が本気でトライしてる姿で、いろんな人に勇気を与えられたらなと思ってます。マジで、あゆむチャンネル、有名になる前から応援しててよかったなって、絶対に今年は思わせるんで、そして、こうやってプレゼント企画だったりとか、実際にね、会えるんだったら会ったりとか、本当にね、応援してくれてる人たちにできることをどんどんやっていくつもりなので、ぜひ、この2022年も応援してもらえたらなと思います。ということで、今回はね、ちょっとダラダラ喋ってしまいましたけど、報告動画は、以上になります。今年、あゆむ見せます。